海上自衛隊自衛艦隊司令官の斉藤聡海将が、防衛装備庁の下北試験場を訪問し、最新の装備品開発の現状について研修を行った。その最新装備が、試験艦アスカで試験が行われたレールガンである。今回は、このレールガンについて詳しく見ていきましょう。レールガンの実用化に高速化するには今ある護衛艦にテスト装備し、試験する方がいいでしょう。日本の遅れる理由は、このテスト段階を 100% にしているところが悪い。6割くらいで改善したらいい。斉藤海将が視察を行ったのが10月19日であり、青森県にある下北試験場では、レールガンの開発状況を確認した。レールガンとは、宇宙戦艦ヤマトのように、電気エネルギーで弾丸を放つ兵器のことで、電磁砲とも呼ばれる。火薬を使う従来の砲弾よりも、弾丸の初速を大幅に向上させることが可能となり、かつ弾丸が小さく、探知されにくい利点もあるのだ。このレールガンを実現化するため、防衛装備庁が海上自衛隊と連携し、世界初となる艦艇にレールガンを搭載して洋上射撃試験を実施したのも驚愕である。そして、自衛艦隊は、冷下部隊である開発隊群に所属する試験艦アスカを実験台にしたということだ。このアスカは、1995年3月に横須賀基地を母港として就役し、海上自衛隊の艦艇に搭載する様々な装備品の各種試験を行っている国内唯一無二の艦艇である。自衛艦隊が公開したレールガンの写真には無数のケーブル類が映り込んでいた。このケーブルだらけの景色が悪いように捉えられるが、それでは基本的な知識が欠落している。このような試作機に無数のケーブルが外付けされていることは決して珍しい光景ではありません。このケーブルは、データ収集等、試験のためのケーブルであり、実際のレールガンの機能には、直接関係のないものが混在しているわけだ。以前も、航空自衛隊戦闘機用の試作エンジン XF9 が披露された際も、ケーブルだらけだという素人的批判が多く見られたが、そのほとんどは計測用のプローブケーブルであった。また、レールガンに対して、否定的な見方をする意見を見かけるが、防衛省が、この未来の兵器開発に全力を尽くし、護衛艦に搭載して実用実験まで至ったことは素晴らしいことではないだろうか。非常に高い電力や高電圧というコスト問題は、おそらくクリアできていないだろうし、他にも改善する余地は数多くあるかもしれないが、近隣を悪の枢軸国家に囲まれた日本の防衛安全保障のためにも、また、今の法体制のままでは核兵器を持てないが、故にも、相手国から、持たれると厄介であると思わせる兵器を所持することは必須である。ブリックスのような敵対国家から、日本を攻撃したら、ただでは済まないと思わせることこそが、防衛戦略の基本であり、新たな抑止力の一つとして開発、実装を急いでもらいたいものだ。しかし、主砲クラスの代物を製造するための技術的課題は、山積であり、かつ電源もズムウォルト級のような艦艇でなければ確保ができないので、今のところ、既存の海事艦艇では搭載不能となっている。近接防御用としての実用化までは容易でしょうが、その先のレールガンシステムの利点でもある長射程、極超音速の弾体を対地射撃に使うという用途には適さなくなってしまう。いずれにせよ、方針の耐久性という共通の課題もあり、レールガン開発を否定するわけではなく、これらの課題をどうやって乗り越えていくのかを我々国民は注目していかなければならない。このように、防衛省が、電磁力で砲弾を高速発射するレールガンの開発を本格化させたわけだが、先行していた米海軍は開発を中断したため、日本が民間の大容量電源技術でリードしたいという考えだ。敵の極超音速兵器の迎撃に道を開くため、レールガンはミサイル防衛の切り札としても期待されている。防衛省は来年度予算案に65億円を計上し、電源開発費も追加した上で、5カ年計画以上での試験運用を目指す。
このレールガンは、電磁力で砲弾を射出するため、爆薬で砲弾を発射するよりも高速で撃つことができ、しかも連射可能である。ロシアや北朝鮮が開発を進める、極超音速兵器はマッハ5以上とされているが、平成29年度から始めた防衛省の施策では、マッハ 5.8 の高速度を出すことに成功した。米海軍の研究データによると、200キロの長射程射撃が可能で、極超音速兵器を迎撃する上で有効性があり、さらには、他の迎撃手段よりも、軽量かつ低価格で装備できるとされている。艦艇群などに多数配備することにより、一度に対処できる弾頭数を増大させ、一斉攻撃への対処力が格段に向上する。一方で、強い電磁力を連続発生させるには、一般家庭数千世帯の年間消費電力分に匹敵する電力を供給する大容量の電源が必要となることは否めない。レールガン開発では、米海軍が10年以上も前から研究していたが、アメリカは2022会計年度への予算計上をもって断念しており、陸上での実験には成功したものの、艦艇搭載型の開発に至らなかった。米軍は、技術的目標は達成したと説明したが、おそらく、艦艇に搭載可能な小型で、大容量の電源開発がネックになったのだろう。日本では、民間企業を中心に電源技術開発が進んでおり、ここだけは、アメリカより優位に立つ自信を持ち、防衛省は、来年度予算案に、レールガン本体の研究開発費65億円を堂々と計上した。さらに、現代戦闘の局面を一変させるゲームチェンジャーの早期実用化予算として盛り込んだ84億円の一部を大容量電源の開発費に投入する。そこには、失敗経験を持つ米軍との共同開発も視野に入れ、令和9年度以降の試験運用を目指すようだ。ただし、極超音速兵器の中には、着弾前に再度飛翔するなど、変則的に動くタイプがあるのだが、こうした兵器に対して直進しかできないレールガンの有効性は限定的とも指摘されている。北朝鮮などは、日米のミサイル防衛網突破を目途とする変則機動ミサイルの開発に力を入れているため、日本政府は、抑止力を示して攻撃を思いとどまらせることを狙った敵基地攻撃能力の保有も視野に入れている。レールガンの歴史をたどると、2005年、アメリカ海軍のズムウォルト級ミサイル駆逐艦で採用が決定した AGS-155mm 砲と呼ばれるロケットアシスト砲の次の段階として、レールガンの技術開発に着手したのが初めとされている。ズムウォルト級駆逐艦の特色として、統合電力システム IPS を採用しており、大型ガスタービンエンジンで電力を発電し、これを船の電気系統は推進機などの動力として使う仕様であるが、これをレールガンにも同電力を供給して発射しようという計画から生まれた。2014年4月7日、アメリカ海軍は2016年中にスピアヘッド級遠征高速輸送艦にレールガンの試作機を搭載して、洋上での実証試験に入ると発表していたが、その後、スケジュールの遅延により、最終的には、約10年後の2025年までずれ込んだ。2021年、米国メディアの報道によると、米海軍は、レールガンプログラム、及び、それの代替となると言われていた超高速発射体弾、HVP の開発計画への資金供給をゼロに設定した、2022会計年度の軍事予算申請を提出した。これは事実上の開発中止であるのだが、一説では、近年、中国などで、急速に開発、実戦配備が進む極超音速兵器と比較して、射程や迎撃回避性能が、共に大きく劣り、たとえ、将来的に開発が完了したとしても、今更、優位性がほとんど得られないことが理由だと言われている。いずれにしても、レールガンは、日本の新たな防衛力強化という面でも悪の枢軸国家に対してアピールすることができ、それが抑止力となり、東アジアの平和にもつながるでしょう。